どりどりも弱気な発言。しかしこの人は諦めていない。でも3台の距離は近づいている。少し近づいたことによってドリドリの本能が目を覚ました。オーナーでは追いつく。負けられません。揺れ動くドリドリを指令にオリダーはテンション上がりっぱなし。インベタのジローに対し CRX で見せたアウトアウト攻撃がジローが抑える。ドリドリは今まで封印していた一速まで使い加速勝負に出た。ここでドリドリがペースアップ。バトル中のジローとオリダーに急接近。しかし逃げるジローのタイムはなんと山地さんのコンマ5秒落ち。結構やるね。ここがすごい。車速を落とさずギリギリで譲るオリダーとそれに応えられるドリドリ、あっという間に追いつく。うわー来た、おえー、ジローは後ろから感じるオーラにたまらず硬くなって突っ込みすぎアンダー。ドリドリはここでも一速攻撃。珍しく無言、もうフルブースト状態。レベルはマックスだ。しかね、あまりのプレッシャーにジローちゃんシフトミスにも気づかない。そう、目の前の相手のコーナリングにつられてはいけない。自分のコーナリングスピードを維持するのがポイントだ。ジローのアンダーを見てドリドリはまたまた一速攻撃。立ち上がりで並ぶ。さらにオリダーも続いていった。2人の86がついに前に出た。